日本愛知県岡崎市福岡町福岡町は愛知県岡崎市岡崎地区の町名である。定番を持たない単独町名で障子が設置されている。岡崎市南部に位置する。明治時代初期頃までは福岡町の中心部はトロと呼ばれ、現在でもトロの名残が多く点在する。福岡町は交通の要所として昔から栄え、 三河湾や岡崎市街を結ぶ道路やバスがある。また、福岡町の東部を JR 東海道本線が通っている。江戸時代中期頃までは、現在の福岡小学校あたりから高田町の坂崎あたりまで、し池という湖があり、矢作川が大きく菱池の方に曲がり、岡崎城下と三河湾が繋がっていたため、船の行き来が多かったという。連ンが不況の地にしたことで知られる。 このうち、広田川と柳川が、ぬかた郡高田町と岡崎市との境界線となっている。また、浦部川は、隣接する岡崎市の六尾地区との境界線となっている。町内は、高低差が大きく、最高で、海抜33メートル、最低で7メートルである。最高地点は、五坊山と呼ばれる丘で、南側を見れば、福岡町や高田町が見える。北側を見れば、 岡崎市南部が見える。よく晴れた日には、岡崎城大手門近くの高層マンションや、御嶽山まで見える。反対に最低地点は、は山地の蓮見山のふもとに近く、田園地帯である。2019年5月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ぬかた軍福岡町を前進とする。1563年に勃発した三河一向一揆は、連女が不況をしたことで昔から、浄土新州本願寺派の勢力が強かったため、徳川家康に反旗を翻した。近くの張崎と共に、岡崎城へ攻めたが、最終的には負けてしまい、トロムラは焼き払われた。 1998年より町内でのアジサイの植樹活動が行われ、現在もアジサイの里として町内各地にアジサイが見られる。また数年前まで砂川の堤防や中町、西八町、市場町地域でトロ38種が開かれていた。福岡町の調整志向が行われた当時の記録によると、連魚祭りやトロ38種が開かれていたトロでは、 多くの人々が集まって賑やかであったため、桃福が集まる地として栄えていたことと、ぬかた郡高田町の慶が、峰のふもとから伸びた丘が、町の中心部あたりで終わっていたため、桃福の福の字と丘を合わせて、福岡になったと書かれている。なお、慶が峰のふもとから伸びた丘とは、福岡町の五坊、山、御堂山、小幡山、向山のことであると推測される。 ありがとうございます。